水平豊彦は、日本の政治家、衆議院議員、内閣官房副長官、愛知県議会議員などを歴任。愛知県は愛知軍天白村生まれ、愛知県立名は高等学校卒業。1958年、名古屋工業大学建築家卒業。日本住宅公団勤務からは瀬田龍江門の秘書となる。1959年、 愛知県議会議員に初当選。1974年5月、最年少にて県議会議長となる。1976年12月の第34回衆議院議員総選挙に定数が3から4に増えた旧愛知ロッ区から無所属で立候補。得票数4位で初当選した。自民党現職の辻寛一は落選。水平は当選後。 追加公認で自由民主党入りした。以後当選4回。郵政政務次官や第2次中曽根内閣においては内閣官房副長官を歴任。1986年5月23日、病気悪化を理由に次期衆院選の出馬を断念したことが表面化した。党は後継者を探し始め、愛知教育大学助教授の細野順子。 元名古屋市長の杉戸清の次男の杉戸大作、元プロ野球選手など10人前後に接触したが、いずれも擁立に失敗した。同年6月2日、衆議院解散。6月5日、水平の第一秘書の片岡武氏は、議員会館の水平の事務所で、当県連会長の江崎雅美と水平の妻と会談。片岡の擁立が決定した。6月18日、 水平は休止した。54歳没。総選挙は7月6日に行われ、片岡は初当選した。ありがとうございます。